カンバ・タダシ等6月7日大正14年12月27日は日本の数学教育科、数学者、数学教育近代科の先駆的役割を果たした。1960年の安保闘争の時、死去した東大女子学生、カンバ・ミチコの曽祖父、社会学者、カンバ・トシオの祖父、鳥取市上府内町に生まれる、登録、留野の長男、 家庭は織物や健康屋だった。13歳の時故郷を出て大阪へ行く。これは勉強するのに都合の良いところを見つけようとしたのであった。しかし金はなく、ただ気の実気ままで出たため、大阪に着いたらもはや一輪の蓄えもなかった。そこである家に奉公することになった。主人の使い歩き、時には子守りなども命令された。 正忠は心よくこんな仕事をし、機会があれば書物を読んで勉強していた。その後、叔父の平井太郎を頼り東京にで、東京物理学校に席を置き、明治14年11月より4ヶ月間、堺忠史寮に指示し数学を学んだ。明治15年4月埼玉県不動岡中学校の教員となり、間もなく富山市藩学校に移った。 明治18年7月より、東京帝国大学理学科に入学し、一か年間、寺尾久氏について、天文学を収めた。しかも、数学はもっぱら独習し、英語、仏語、独語などの語学も勉強することを怠らなかった。美術、大数、幾何、三角、重学、天文の六科について、文部省の教員免許状を受け、長らく中等学校や、 大学の数学教師を歴任した。明治40年欧米各国をめぐって、数学教育事情を調査研究した。欧米諸国から帰ってくると、朝鮮総督府に招かれて、約2カ年にわたり、朝鮮の数学教科書の編纂に従事した。勤務した学校は、不動岡中学、富山県市販学校をはじめとして、岐阜県中学校、新潟県中学校、 中央幼年学校、私立成城学校、麻布中学、日本女子大学、慶応義塾大学など十市に及んでいる。陰白立志人物によれば、政党は、その性質至ってまめんぼくで、現行一致を尊び、こうと定めたことは必ず忘れないで、必ず、守るつていきます。人の方は忘れていても、自分の方は忘れずに守るつていくという調子で、ありました。 訓学して成長したのでありましたから生活も極めて、質素で、下駄などは、表付けのものは決して用ひぬ。へこ帯でも木綿でなければ、用ひぬという決心で一家をなすまでは、その通り行っていったということであります。仏教について深い信仰を持っていた。正忠は64歳をもって、一生を閉じた。前慶応義塾大学教授、神馬忠史投は、 昨年糖尿病にかかり去年64歳にて調整したが、その遺骨が本下立川町内に到着したので、去こ9日午後三次城町官農院において、納骨式を執行したが、来賓は小松崎はじめ中校長、遠藤青州高助校長、小沢中佐、そのたた数友人地きなみに地中生徒総代、同志氏、強氏にて池内氏等3列あり、 午後5時半生会議に終了した。なお同氏は日本数学の大家として知られ、陸軍大学女子大学等に教弁を取り、要校基調後は長く、慶応義塾の教授をなし、著書すこぶる多く中等学校大数学教科書、発行部数10万冊以上に及び、同種類教科書中最も多くの発行部数を有する。なお氏、強氏は機械輸入省として発展し、 長女八重氏は、東京家織重役塚口氏に貸し、霊村敏夫氏は、京都帝大法科に在学中にあると、ありがとうございます。